50丁目駅は、マンハッタン区ヘルズ・キッチンにある、ニューヨーク市地下鉄、IND8 番街線及び、IND クイーンズ・ブールバード線の駅である。50丁目から8番街にあり、ホーム階は2層構造になっている。仮想階には終日 E 系統が停車し、上層階には深夜帯以外は、C 系統、深夜帯は A 系統が停車する。仮想外南行ホームから上がってくる。 エスカレーター表通りに面した階段50丁目駅は全体として相対式ホーム4面6線の駅である。上層階は相対式ホーム2面4線でセントラルパークエストとの間の8番街、尖閣駅停車が発着する。中央の急行線は日中の8番街線急行が通過し、ホームは設けられていない。改札はホーム階にある。下層階は 相対式ホーム2面2線でカーテンウォールで仕切られている。北高線は42丁目、ポートオーソリティバスターミナル駅で観光線と急行線が合流している。南高線は8番外線の観光線及び急行線の両方から入線できる。最近まで42丁目、ポートオーソリティバスターミナル駅の下層にある廃駅に行くこともできた。 上下2層はずらして配置されており、上層階は50丁目から52丁目にかけて、下層階は49丁目から51丁目にかけて設けられている。同一方向の相関乗り換えはできるが、方向をまたいで直接乗り換えはできない。50丁目駅の南行側メザニンは広く、西49丁目と西50丁目には、エレベーター2台を備えた出口が設けられており、 ADA 対応になっている。メザニーはワンワールドアイドプラザ建設に合わせて改装された。マット・マリガンが製作した無題の加工岩の彫刻がダウンタウン方面上層外ホーム2989年から展示されている。2005年から2009年のまたの投資計画では、駅のアップタウン側にエレベーターを設置することとされ、閉鎖されていた。 仮想外ホームへの階段も開放することになっていたもののエレベーターの予算は確保できなかった。一方、ダウンタウン側には仮想外ホームへのエスカレーターや周辺ビルのファサードへの出口が設けられていて、エレベーターもなく ADA 非対応のアップダウン側との差は大きかった。主に駅の北端から表通りへの出口、例えば8番街52丁目交差点の四つ角に、 出る階段すべてやダウンタウン方面ホームから8番街51丁目交差点の北西角への出口は閉鎖されたままだった。他にもアップタウン側から8番街49丁目交差点南東角に出る階段も閉鎖されたままだった。モザイクの駅名標、ありがとうございます。